僕文句言いに来たんですよ。二足のあいつが三足ぐらい入ってるわけよ。うん、僕ねここ1年間ぐらいでちょっと豊かになったんですよ。あ、目が覚めるとそこは大空が広がっていた。あの話を全然わからん、全然わからん。おはようございます。おはようございます。ただいまとある平日の朝、はい、朝7時過ぎ。7時過ぎやね。はい、僕は今日5時半に起きました。ご主人ありがとうございます。早く起きろと言われ早く来いと言われましたので、そして今我々は大阪に向かっております。大阪に向かっております。そして川西社長は眼鏡をかけておりません。おりません。これに関しては賛否ありまして、今日はどっちで行くんでしょうか。いや、動画ちゃんと始まったら眼鏡かけるよ。ちゃんと始まったらもうちゃんと始まってますけど。いや、まあそうやけど、だって運転中やんか。運転中は眼鏡かけんの。運転中、そうですか。で、大阪に向かってるわけなんですけども、うん、何しに行くんですか。あの新進工房さんが、新進工房さんがちょっと前に動画上げたんですよ。はい、はい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 。セリーヌ。はいはいはい。セリーヌやんな。セリーヌやった。あ、でもディオールもしとったくない？ディオールやった？新進工房さんな。我々の真似しよる知っとんで。それは分からんけど。あ、そう。いや、分からんけど、最近なんかセリーヌのカバンの分解じゃなくて、警察がどうのこうのって書いとったタイトルのやつ、はいはいはい、ポンと出してくれると思うけど、出してくれると思うけど、あの動画での最後の方に、まあ、最初と最後の方に、まあ、お兄ちゃんが悩みよりよと。ほう。まあ、あのお兄さんが、そうあのお兄さんが、あ、これは面白いなと思って。おお。おちょくりに行こうと思って。いや、助けに行くんじゃない。いやいや、だって助け向こうの方が上やん。さっきまで酔ったよ、新進工房を救いたいって。いや思ってない。無理。じゃあ何、今日は新進工房を、おちょくりに行く。おちょくりに行こう。全力で。うん。そう。悩んどんや、あの人。悩んどるって言ったら、急に大きくなったから、なんかね。それはいい悩みじゃないんじゃ。いい悩みだと思うよね。うん。だって1年間のうちで5分ぐらいしか、ああやっとってよかったって思うことがないっていうことだよ。俺も日々思っとるからね、ああやっとってよかったこの仕事って。そうやな、ずーっと思うやろ。あ、人生のピークが続くやろ。そう川西敦は人生のピークの連続やろ。そうここ最近。そう新進校のお兄さんはそう辛そうな。辛そうやった。なんでなん。分からん。もっとニコニコ経営しようぜって言おうよ。そうだけど、おちょこりに行こう。もっと笑えよと。そう大阪人だろと。そう笑わねえどうすると。こっから使うかどうか分からんけどさ、うん、ちょっと会社経営の話をしよう。うん、どうしたん。会社経営って難しい。難しい、なんか捉え方ちゃう。どういう意味。難しく捉えたら難しくなるし、簡単に捉えたら簡単になるじゃん。へえ。そう思うけど。難しく捉えるとはどうやって捉えるの。難しく捉えるとる人は、うん、起きる出来事をやっぱりネガティブに捉えがちなんかなって思う。へえ。簡単に捉えとる人は。簡単に捉えとる人はバカだから。あ、まあいっかみたいな感じ。へえ。なるんかなと思う。でもそのなんか真剣に考えれば考えるほど難しく考えてしまうのは普通じゃない。真剣に考えるんと、あれネガティブに考える、難しく考えるは別や。あ、そうなの。別やで。それはネガティブなことを考えるは大事よ。ポジティブとネガティブって俺絶対的に両方大事やと思ってるし、どちらかというとネガティブな方が大事やと思った、はい、商品に関してもネガティブさがあるから商品って良くなっていくんや。だけうちの商品は岩倉と中津川のネガティブさがすごく武器になった。スタッフの、製造現場のネガティブさがすごく武器になった、うん、これではもしかしたらお客様喜ばんのちゃうかとか、うん、これはもしかしたら良くないんじゃないかっていうところで検品の厳しさが出てくるわけ、うん、ネガティブさはどうしても厳しさにつながる、うん、でそこの厳しさをスタッフ持ってくれとるのに、うん、僕も一緒になって厳しくなってしまったら、うん、もうあややむちゃくちゃやし、なんてやろ、
ネガティブさ分かった上で、うん、表に出すのは前向きでええやん、うん、で自分自身も前向きでおるんで全然いいやんと、うん、俺は思うんで、はいはい、思うやん、うん、で深く難しくややこしく考えるのはええけど出す答えはシンプルにするっていうことの方が大事なんちゃうかなって、うん、そしたら楽やん、シンプルやったら楽やん。なんかあれやな、聞いた俺が聞いた時にあれなんやけどさ、うん、朝から重い話やな。ほんまやな朝からカツ丼こされてる気分いや見てる人はいつ見ようか知らんけどさ俺朝の7時から俺が聞いたけどえらい重い話聞かされたなと思ってありがとう。分からんけど人生の参考にします。まあとりあえず安全運転で、安全運転で大阪へ行こう。というわけで皆様、これから私たちは新進工房さんがいらっしゃる大阪へ向かって参りたいと思います。では行きましょう。レッツラーゴーダッセレッツラーゴーダッセ。雨が降る雨がこれいる歌ってよ。雨が降る降らない。雨が降る降らない。僕超晴れ男なのこれ。そうなの。うん、雨に打たれたことないもん。へえ、打たれたことない。すごっ。一回もない。それ濡れと気づいてないんだよね。いやいや、雨に打たれたことがない。へえ、いいやろ。そうやな。じゃあ傘買った経験ないってこと？ある。あ、どういうこと？あ、傘を差してるから雨で打たれてないってこと？いや、だいたい傘を買ったら、うん、買うんじゃなかったってなる。あ、やむんや。やむ。嫌がらせやな、それ。嫌がらせや、むしろせっかく傘買ったら。天気の嫌がらせやな。そう。新進高校あ、これや。あ、今見えた。通り過ぎたけど後ろあったわ。そこ、そこあった、あった、あった。駐車場見えるかな。それ、この建物、この建物、これ。へぇ、これ何の場所で。え、じゃああっちの、後ろ側の、これ。はい、着きました。はい。何買ってきたんですか。うどん。すごい量やな。でな、うどんとな、これ見て。何それ。サインもらってきてって。誰から。阿部ちゃんから。社長へ、シンシンさんのサインもらってきてください。岩倉ちゃんへって書いてもらってくださいね。岩倉さん好きなんやな。好きなん。ちなみにさ、川西さんは岩倉さんがサイン求めたことあるの？ないよ。やのになんでやんな。好きなんちゃう。新進工房が好きなんちゃう。いきますか。新進工房が好きなんちゃうかな。人はいいから行こう。レッツラゴーやな、まさにこれ。レッツラゴーよ。レッツラゴー広めよう。広めるんか。みんながレッツラゴーっていう社会を作ろう。素敵な社会。新進工房さん、こんなところにあるんやな。そうなん。一般人の人は来れんってことやな、基本的には。基本的には来れんと思う。お客さんもお店はやってないと思うけどな。あれや、これや、これすごい。初めて外観見たな。あ、めっちゃ仕事してるわ、ほら。わわわわ、トラック怖。あの上リーバイスがあるあ、リーバイスじゃない。もともとお父さんがここでお店しょったんやって。あ、ショップを。そう、普通に。そう。あ、そうなんや。そっから自分たちやり始めたん。うん。すげえ、初めてや。初新進工房や。こんにちは。あ、すみません。あ、すみません。失礼します。こんにちは。こんにちは。あの、社長さんいらっしゃいます。こんにちは。すご。
おはようございます。おはようございます。おはようございます。兄がまだ向こうにおって。向こうでも近くのお家もさ、で今こっちチャリでも買ってきてるんで。へえ。これはい。賄賂、賄賂。あ、あす。なぜうどんですか。うどん。めっちゃいいっすね。30人分ぐらい。30人おるんでしょ。30人もいないです。30人ぐらい。じゃあいいです。香川県。香川県。僕も香川県。あ、そうなんですか。丸が。あら、あら。僕、高松。高松。あのガンダム何？あのガンダム昔バズったんですよ。川で作っちゃった。知らんかった。始める前に川に新発って、でももうちょっと腐ってきたやつ。あれ川ですか？川を薄くして芯に貼り付けて、ゴミみたいな容量で。すげえ。すごい。やってるんですけど、あれ。結構バナです。はあ。インスタとか、ね、なんかツイッター。すごい。僕言いたいことがあってきました。言いたいことがあって。物申しに来たな。新進工房さんに言いたいことがあってきました。そうやな。新進工房というかあの兄ですよね。多分。お兄いや全員や。全員に勝つ入れに来た。勝つを入れに来たわけじゃなくて言いたいことがある。言いたいだろ。言いたいことがある。そう。いや雇ってくれて。雇ってくれ。雇ってくれて。お願いしてみよう。仕事ください。仕事ください。あ、こんにちは。出た。赤鬼。いや、動画内でね。そう。川根シャッチに会いたいって言ったから。そう。俺のことが好きやって聞いたから。そう。あの正直言って、俺めっちゃ好き。俺も。重い。急に重くない。いや、だってあの数少ない仲間じゃないですか。どうした？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 いやし。はい、どうした？どうした？数少ない仲間。愛し合ったんやな。そう相思相愛ってやつ、まさにこれが相思相愛。そう、俺ちょっと僕言いたいことがあって来てますんで、今回言いたいことがあって二人にもうあのここで座ってこういう感じで始まったんですか。とてつもなく、もう始まってもう始まって大丈夫ずっと始まってる。あ、そううちのですね、岩倉が社長へシンシンさんのサインもろてきてください、はい、岩倉ちゃんへって書いてもろてください、はい、岩倉ちゃん、ああ、はい、了解ね書いてですか。じゃあサイン書いてから撮影スタートしよう。お、なんか怖いな。岩こんな字だった。そう、岩倉ちゃんに言えたらでかい。ほんまや、サインより名前の方がでかいんじゃん。岩倉ちゃん、せなんか字が芸能人みたいな字やな。文字が芸能人みたいな文字や。いや、これあれ弟もやろ。だからそう、二人と思って。じゃあ俺もちょっとあの僕のことかな。ちょっとあの大きめに行かせてもらって。そうやんね。これで一応ヒロってなってるんですよね、これで。へぇー、のことで。マジでちょいちょい大阪の用事とかあるんない。すごい、かわいい顔ですか。ライブうさぎなんですよ。へぇマッサーみたいな感じの。へぇ、はい、ありがとうございます。これでいいですか。はい、大丈夫。これで岩倉さんへのメッセージもらおう。これも二人で持って、うん、はい、二人とも、岩倉さんへのメッセージを。阿部ちゃん。阿部ちゃん。阿部ちゃん。元阿部ちゃん。あの、巻いた時に、あの僕のファンで言ってくれたと。そう。あの人そうが書いてくれ、書いてって言ってくれたとね。まあ、岩倉ちゃんって言ってくれて。わざわざ、香川から、サインもらえてありがとうございます。うん、まあ、来てないけどね、僕が。僕が来たから、ね。あの、川西くん使うんでね。なんかあの、こう、足軽編の使い方してね。足軽編ってね。どっちもできてありがとうございます。まあ、普段我々、基本、動画2ついいから川西くんの話ですね。いや、そんな人俺はそこまでしてないけど。ちょいちょい俺呼び捨ててよ、川西。川西な。ちょいちょいじゃない。もうほぼ川西とね。川西さんな。いや、お前は謝らない。いつも通りや、これ。なんか。いつも通りや。なわけで、まあ、数少ないね、この、まあ、メーカーいながら以上配信してるのって、それ僕らしかいないんで、まあ、貴重な仲間と思ってます、我々は。スタッフ一同すべてね。今後とも仲良くさせてください。よろしくお願いします。ありがたいな。ね、ありがたい。ありがとうございます。この何十秒が岩倉さんの家宝のせいからな。そうやな、動画家宝にするかどうかわからないけどな。これもな、なんかあのじゃあ、あ、日付も入れてもらった方がいいかな。日付入れてもらった方がいいな。日付入れてもらっていいですか。日付入れてもらっていいですか。ね、何日や。8月20日。2024年の8月20日。8月20日でございます。ちょっとイラスト描いてる。イラスト好き、うん、イラスト好き。マルペンで、ね、あの俺が高校の時からずっと描いてる
そうなんですか。小早川ですね。小早川さん怖いんやけど、なんかプロレスのマスクかと思ったんやけど怖いな、うん、怖いな。これ妖精です。妖精な、うん、あまあまあ怖いなまあまあ怖いね、これ怖いな。はい、ビアクラさん、じゃあ社長からもらってくださいね。怖い。はい、よろしく。はい、じゃあ入れときます。ほな、はい、もう始まってる。今回の本題はい、言いに来たんやろ。そう、言いに来た。文句をな、文句言いに、僕文句言いに来たんですよ。あの、最近 YouTube を全然上げてなかったんですよ。あ、上げてないんかな。減ってるっすね。減ってるかもしれん。頻度めっちゃ減って、なんか、うん、寂しいと思って、うん、あ、そう。毎回毎回、俺1日1回必ず新進工房検索してみるんですよ。ちょっと見てほしいんやけど、うん、ほら一番上に新進工房、うん、そう、新進工房一番上に、あ、トップに来るぐらい見てるってことで、にもかかわらず、うん、全然更新されてないからなんでやねんと寂しいな。そう、寂しいやん。あ、そう。ほら、さっき言ったやんな、業界で YouTube 配信したんは、うん、うちと、うん、ね、僕のところだけやっていうふうに言ってくれたにもかかわらず、うん、アップしてないやんか、うん、って言いに来た。あ、そう、うん、アップロード回数減ったってことですよね。あれ減った回数なんやろ、改めて思うと、うん、なんかあの質見直さなあかんなとかいろいろあったわけ、うん、で、うん、そういった中で7月現場死ぬほどこけたわけ。現場集合、現場が死ぬほどこけた。まだ滑舌慣れてないから現場が毎日見ててもあの無理。現場が死ぬほどこけた、うん、こけた。あ、そうなんや、はい、でそういった中で動画撮る時間はあるが、うん、なかなか週1本撮れたらいかなぐらいだったんですよ。あ、そうなんや。そうで、さらに最近トレンドとして長い方が良くねえとか思っとって、うんうん、僕らも監視く見るし、あと渡辺さん見たりしとって、まあ、長いよねっつって、うん、でチャンネル対策とんのに、うん、うちのチャンネルが他に見てるチャンネルっつって、うん、川西くんも渡辺さんってめっちゃ出てくるんですよ、うんうんうん、じゃあこの人ら見た方がいいなと思って、うん、で見た、うん、じゃあ長いな、うん、あ、結構あのジェットカットしないなとか、うんうんうん、あって長くしようか、うん、ってなると編集時間が必然と長くなる。長くなる。で撮影は週1本しかできない。ああ、そういうことっていうので一歩しか上げない。あ、それで狙ってどうこうとかじゃない。でもなんか結構だって10日とか空いてる時あったよ。あ、そう、多分あれだと思う。多分あの確認増えたんですよ。そのだから、あ、例えばお客さん、もうガチで話したら、うん、僕らこう横にお客さん、視聴者さんから借りたバッグとかあるんですよ、うん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 、でこれをアップロードするときにお客さんに一回確認してもらってるんですよ。あー、へー、ちゃんとしてる。ちゃんとしとる。確認してもらって、うん、こういう内容でアップしてよろしいですか、うん、っていうのは立て続けにすぐ連絡してくれる人もおれば、忙しい方って結構ブランクあるでしょ、うん、っていうのがたまたま重なってあげる機会がなかった。別にそのせいでしてるわけないけど、うん、だそういうふうにちゃんと、お借りしたんだから、ちゃんと最後まで確認しないといけないねとか、僕いらんことよく言うんで、そういうのも込みで、うん、見てもらいたいっていう。あ、そういうことね。で、了承得た上でアップするから、あ、遅くなるってこと。期間空いたっていう。へえ、なるほど。っていう合わせ技、うん、合わせ技、合わせ技し、一回トラブルもあったよな。一回、あ、そうそう、一回確認撮ってると思って、うん、確認撮影とかの確認撮ってると思って、うん、だから確認撮ってなくて、うん、ここ映してほしくないっていう部分とかもあったみたいで、うん、それでちょっとあったんで、ちゃんとしっかりするようにしてます。あ、それもあかんな、せやな。とか、あの、持ってるなら分解するやつに関しては所有権の放棄とかまでしてもらってる。あ、そうなんや。へえ。っていうのは一応ちゃんとやってますね。へえ。ちゃんとした会社やったな。ちゃんとやろう。ちゃんとやろう、俺らも。結構言われることも増えてきたから、ちょっとちゃんとせないかなと思っとって、いや、ほんまになんかその会社っぽいことをちゃんとやっていかな、なんか人増えていったらなんかいろいろあるんですよね、やっぱ、うん、へえ、今25人ぐらい、25ぐらいかな。すごい。ここ何人おるんですか、現場。半分ぐらいなんかな。半分ちょいぐらいおる。でまだチャリで2分ぐらいのところに事務所借りて10人ぐらい。そっちは何してるんですか、そっち側は。向こうはだその、まあ、作品の撮影所で、YouTube 編集、カスタマーサポートで、マーケティング。へぇ、すごい。全部社内でしょ、基本的に。全部社内。うわ、だからそれもほんま、あの、もう多分極端だと思うんですよ。僕ら全部インハウスでやってて、カンシ君ってうまいことそのパートナーさんに協力願ってやってるじゃないですか。うん、やってる。そこがあの大きさと思う、うん、うちとカンシ君のところの。確かにな。うん、うち協力してくれる外部の人いっぱいおるもん。いるでしょ。他どういうのですか。例えば、まあ、撮影編集ミキ君
いや、ミキさんは撮影だけ。撮影だけ。編集の人は別で。まだ別で。あ、別なんですか。あ、そうなんや。一致しないんや。ホームページのトップとか綺麗にしてくる人は、それも、外部の人。ああ、そう。が、2社ぐらいある感じ。2社、2人ぐらいある。へえ。あ、じゃあもう本当に関わってる人はいっぱいいるけど、うん、中でやってるというよりは協力してもらってやってるみたいなイメージ。あ、なるほどね。中の人少ないよ。10人ぐらいか。社内は10人ぐらい。10人ぐらい。へえ。で、あとはパートナーさんみたいなイメージ。そう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 。へえ。じゃあ俺もうちょっとじゃあ言いたいこと言って、うん、あまだどうぞどうぞ。いっぱいあるもんな。まだそう。車でずっとブツ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 言いながら。はい。最近クラファンばっかりしょるやん。うん。クラファンしてる。あれなんでなん。クラファンがやっぱこう勢い売り上げバーンといくんで。うん、あ、まあ行くわな。でも、うん、でも本当にめっちゃ今ちょっとあの転換点で、うん、名前を新進から千に変えようと思ってるんですよ。うん、でその考えた発端が、うん、やっぱクラウドファンディング、うん、言うたらその他社プラットフォームで売り上げ立てると、うん、やっぱリスクでかいんですよ、うん、ある日突然バンされたとか。あ、そんなんあるんや。いや、ないですけど。ないけど可能性はあるじゃないですか。あったら嫌だな、うん、っていうのと、あとまあ手数料もあるでしょ、うん、で、そのクラファンばっかり出してる理由は、うん、やっぱ自転車操業じゃないけど、うん、その売り上げ一定確保しないと回らんってなんですよ、実は。うん、分かる。分かるでしょ、うん、しんどいですよ。数作らんかったらしんどいもんね。売り上げなしとあるやったら1円でもある方がいいんですよ、うん、ある方がいい間違いなく、うん、でそれをやるのに僕らはなんか変にまあこなれてクラファンでこう売り上げ立てるって慣れたもんだから、そっちに一気ガーッて頼ったんですよ、うんうん、だから広告費高くなるし人件も高くなるし、うん、そこに在庫めっちゃあるじゃないですか、うん、それちょっと去年の負の遺産なんですけど、うん、あんなとかあって、うん、めっちゃ売れてるけどキャッシュなくなったんですよ、うんうんうん、ガチでなくなったんですよ。で今ありがたいことにトータルで借金、まあ、1億ぐらいさせていただいて、うんうんうん、1億からちょっと回ってんねんけど、うん、だからそういうのも込みでこうプラットフォームで売ってもらうっていうのはプラットフォームの力借りてってことだから、うん、売ってんのってプラットフォームじゃないですか、うん、ここがお客さん集める、うん、で僕らはそう出してるだけ、うん、だからそれを自分たちに売る力見つけないかんなと思ってるのが今年の課題 で、 あーへー、でそのプラットフォームの売り上げ、うん、そのホームページの自社で売る力、うんうんっていうのを何パーセントかになった時点で名前を生乳と改めましょうと、うん、いうふうに今考えてるわけ。へえ。ブランド名を変えることで社内で揉めたん？社内で揉めてるのは俺らが暴走しまくるからいつもあんねんけど、うん、その生乳それではどうなんやろ。それもなんか あったかもしれない、まあ、2年前が言っとったけど、うん、実は8月1日がこの株式会社生乳に法人なりした日なんだけども、うん、その日にもう生乳に変えちゃおうって言っとったわけ、うん、でも7月こけすぎてその話もできんままその変えますっていうのだけストーリー進んどって、うん、でその間に僕結構お客さんとズームミーティングする機会設けるんですよ、うんうんうん、ロイヤル顧客のお客さんに。あ、はい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 、で結構ミーティングしてる中で、はい、今この感じで変えたらあかんなと思って、はい、で急に家事バーって切ってライブ配信でやるってなって、うんうん、で社内でもちろんそのこと知らされてない、うんうんうん、急に変えるって言われたみたいな、うん、揉めたじゃないけどちょっと寂しいもさせたなっていうスタッフに、うんうんうん、だからなんかほんまにうろたえて慌てて、うん、名前変えちゃうぞみたいな。でそれを YouTube でさっき配信したもんだから、うん、その向こう事務所なんですけど、うん、事務所にモニターなんですよ、うん、モニターでスタッフ全員見ながら悲しいもさせたなって、うん、でこれ一つ失敗で、うん、今まではその25人とかならなかったらあんま声も聞こえなかったんですよ正直な話。25人でしょ今10人ぐらいやったら、うんうん、あの力でねじ伏せるじゃないけど、うん、勢いでいけたわけ、うん、でも、ある程度規模が25、まあ、全然ちっちゃいと思うけど、うん、ってなった時に、うん、やっぱいろんな人の声っていうのはやっぱ社内でも入ってくるようになって、うん、まあ、そうなった時に今まで黙っていた人がまあ言うようになったりとか、うん、でそういうのは必然的に起こってきて、うん、あこれはちょっと僕たち同じ船に乗る仲間として、うん、勝手に舵切ってそっちに進めるっていうのは、うん、今いてるメンバーに対して非常に失礼だなと思って、うん、おー、はい、だから今は何か変わったこととか、うん、今考えてること、うん、1日の終わりに CG 号のグループラインで配信するんですよ、うん、へー文章で文章で今考えてること箇条書きでグワーってへーだからもう僕言うて能力低いと思うんですよ高くない決してだから、うん、あの人に協力してもらうのはうまくいかんわけ、うんうん、ただ勢いあるだけ、うん、いわば、うん、だからそのチームの理解を得た上で、うん、ある程度ね、うん、ある程度こっちで決めてこれ行きますよっつって、うん、よっしゃってなってくれないと進まないじゃないですか、うんうん、進まんだから揉めたじゃないけど、うん、
まあ、そういうの大切だなっていうところに落ち着いてるって感じ今。あ、そうなんや、うん、じゃあ解決したんやね。解決は今後なんていうんですか、もう毎日新たなトラブルが発生しまくってるっていう感じですよね、商品。そうなん、はい、だからもう心休まる日はないです。トラブル多いね、うん、いっちゃんきついの金ないやけど、うん、でもやし、あ、そういう契約書上のそういう問題とかも、あ、もうそういう風なトラブルになるんやとか。そう、契約書の問題とか、契約書の問題、まあ、例えばスタッフとその言うたら監視も一緒と思うけど、うん、売上立てないかん、うん、YouTube も撮影編集する、うん、で僕らでマーケティングもする、うん、でプラスアルファ人事もあるとかで、で、うん、売上が3倍バーになってしまったから、うん、いや作るもんってやっぱ多くなったんですよ、うんね、でそんな中でインハウスで中で作るでしょ、うん、だから作る比重が大きくなった。応答に関しては朝2時から現場入ったりとかしてるわけ、うん、でそういった中でやらなあかん人事とかってやっぱ後回しになっちゃうんですよ、うん、やらなあかんねんけどね、うん、でそういった中でやっぱこのスタッフと の, その認識のズレとか、うん、やっぱ不安にさせることとかやっぱ結構大きくなって、うん、まあ、そういうところ揉めたりもするやっぱり、うんうん、これなんか契約ないこと話してるんだけど別にその解決したけど、うん、まあ他にもいっぱいあるね、その人事言うたらな。人事もあるしもうなんかだからめっちゃあるです。作るに特化するか売るに特化するじゃないですか、うん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 、でやってるのが大概いいと思うんですけど、うん、僕ら 2足のわらじ状態なんですよ、うんうん、だから二重で2倍のトラブルが発生するみたいな、うん、作る系のトラブルもあるし売る系のトラブルもある、うん、だから監視官非常に賢くやってると思う、うん、そうなんや、うん、だから中でやったら結果いいんですけどやっぱね、うん、レベル1スタートなんですよ YouTube も。だから自分らで撮影の機材とか集めて用意して編集の方法を勉強して、うん、で今度その YouTube でその視聴者の人が飽きひんようにどうしたらいいかとかいうのを考えてまず一つ、まあ、サブ3万人ぐらいいったかな、うん、っていうのがあって言ったらプレイヤーで、まあ、僕やっとったんですけど、うん、で編集しててそのリーダーコントロールする人っていうのは言うと兼任してなあかんような状況、うんうんうん、普通の動画編集の会社だったら多分もうすでにその役職とか決まってて役割とかもはっきりされてると思うんですよ、うん、ないから部署ごと全部作らなあかんっていうのがまあ YouTube だった。でこのマーケティングっていうのもその、まあ、僕は広告運用とかしとってああでこうでそうでとかやってるけどもあくまでプレイヤーだからそれを管理する立場になったことないですよね、うん、でも普通会社だとこれマーケティング会社だと普通にあるでしょ、うん、やりくりで情報の共有とか、うん、でそういうのを2足のあれですか3足ぐらい入ってるわけよ、うん、現場と YouTube とマーケティング、うん、でそういった中で言うたら僕らエンジン2つあるから手分けしてできるけども、うん、それでも手回らなさすぎて、うん、でかといって忙しいからっていうのは言い訳にならないけどもその情報の共有っていうのがやっぱ後回しになったんですよ、うん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 、いわゆる潜入に変えるとか、うん、っていうのがあって結構やっぱ作る量も増えるから、うん、みんなに深くかかるんですよ、うん、でずっと深くかかった状態で、うん、どんどん新しい情報ばっかり来て毎日変わる変わる変わるとなっていくから、うんうんうん、やっぱ耐えられなくなってくると当然なんですよ。まあ、そういう感じですね、まあ、とりあえず無理ゲーやってトラブルめっちゃ増えてるみたいな無理ゲーやってるみたいな、どう感じてるんですか聞きながら。なんか大変やなと思っていや大変やけど、ま、なんか大変やなと思って俺楽になってるっけ。いや賢くやってると思う、うん、めっちゃ賢くやってると思う。賢いか俺やっとること賢いか。いやまあ合理的ですよその方が絶対、うん、でも結構社内いろいろありましたよね。しかしかしでもトラブルは諦めてるに近いな。諦めてる、諦めてるに近いな。そうなんや。そうそうそう。あもうそれもどうにもならんわっていうふうなことは、うんうん、あ時はどうにもならんわほいってやってる。ああそう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 。うちでもぶっちゃけクラファンやめて楽になったんですよ。うん、ああなるほど。クラファンやめてってなってから、うん、すっごい楽になったとこあって、うん、あれ作る前に発注つくじゃないですか。あまあ、確かにね、うん、それがメリットやったんですけど、うん、それやったらそれ絶対作らないかじゃないですか、うん、それが逆に足かせになってしまったっていうか、あなんか他のことができひんみたいな。そう製造量をもう完璧に向こうに決められてしまうというか、うん、これ俺がここ俺の手綱持ちたかったところと思って、うん、それでもうやめようと思って、うん、やめて、うん、もう自社販売だけにしたんですよ、うん、それから楽になったんですよね。うん、楽しいよ俺。楽しいね。僕も楽しいですよ。楽しいけど楽しい、まあ、いろんな楽しさがあるんで、ね、いろんな楽しさがあるの、まあ、甲子園出場する楽しさみたいな、なんかサークル的な楽しさは正直なくなったんですけど、うん、この会社に、うん、けどなんかこの目標に向かってみんなで走っていく楽しさみたいなのはしんどいけどあるって感じです、うん、ああそうなんや。達成できたら嬉しいよなやっぱりな、うんうん、そう達成できた喜びみたいなのは若干薄いかもな。うちなそうなの。俺はあるけど多分、うん、それあの男の人だけやねん。あ、そうなんや。そう
女性は違うから女の人多分それないと俺思ったないと思った淡々とする感じ淡々というか日々がいかに楽しいかの方が大事だと思ああそれはなんか分かる気がするそう女の人は日々いかに楽しいかの方が大事だと思うんで、うん、そっちを楽しんでもらえた結果が売り上げなんかなみたいなところはうち女の人多いし、うん、今内政と外部と何対何ぐらいなんですか製造はもう9対1え9がどこ 9が外9が外部あ9外部そうそうそうあなるほどで外部の人にところにはできるだけ行って話させてもらったりとかどういうふうな思いで作っとるかっていうところを話してもらってやるのともうそれダイレクトとか商社かまさずにかまさないかまさないコミュニケーションあ海外ってことあ海外は、うん、海外も、一緒に来てくはくれるけど基本的には直で話し合いするみたいな、うんうん、それ何で見つけるんですかそれ紹介とかあ紹介、うん、そうベトナムって言いましたベトナムへえ海外はそんな感じで国内はもう一緒か基本的には会って話してでも海外はこれからよ海外これからあまだ生産やってないって感じそうそうそう生産が9月に上がってきてどうなるのかなって何本ですか俺の時500個、色を混ぜていや1色で1色500 1色500、うん、あバックで言ったら1本で 500 MOQ ねでも基本は1000とかみたいな感じうんあんた交渉してそんな感じになってとか、ね、あれによる生地によるうちコーディラバリスティックナイロンやけん、うん、コーディラバリスティックナイロンのカラーロットはこれだけやけんこれだけの発注いるよみたいな感じうん他日本でなんかメーカーかぶってるとことかないんですか、うん、うわユニクロやとかはないんですかベトナムとかベトナムで GU やみたいなある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 んですか、ね、うわみたいなやつある、ね、あ見に行ったらそうめっちゃ見に行きたい何人ぐらいの工場でやってるんですか30人か40人ぐらいあでもそんなもんなんですねそう今度連れてってください一緒に行くらいいよ、うん行きたいから。なんかあの視察しただけ、ただ了解了解。見たいだけ。勉強したどういう感じになってんか。それはなんやろう。前も言ったけど、うちはほら言うてるわけや。僕は海外で作っとるやつがどうとかっていうこと言うとるから、作ったことないやんと思って。自分自身が。でそれでやってみてこう。いろいろ動いてみて、うん、あできるんやと思ってやってみて、まあ出た答えがお客様に対して悪い商品なんやったら、うん、もう売るもやめるし、うん、全部やめてしまうとは思ってるけど、うんうん、多分そうにはならんくてやっぱりこういう風にしたいっていうことを言うたら分かってくれるよね、うん、相手って、うんうん、でそのやり取りとかもすごい面白いし、うん、その金額も500やったら数少ないんやな、うん、言うたら、うん、少ないからもうバンバン上がっていくバンバン上がっていって、輸送費とか考えたらまあメリットは、まあ、コストメリットは確かにあるけど、うん、まあ知れてんなみたいな感じなんよだけそれどうなんやこれと思いながらもけどそこだけ見てやるも面白くないなと思って、うん、ベトナム行って思ったんやけど今回、うんこの前の動画でもとかでも話したんやけど、うん、ベトナムってすごいわちゃわちゃバーって人がおって、うん、ですごいガーって言うと変化していってるなっていう、うん、その荒々しさみたいなのがあって、うんうん、でそれすごい見よって面白かったりとかするんやけど、うんうん、その中で俺らものづくりの仕事やんか、うん、ものづくりとかカバンとか大事にしてないわけみんなやっぱり雑に扱ってるああほったり蹴ったり、ね、そう、うん、これなんなんやろうなと思いながら見よったら、うん、見よった時に、うんでそれに対して俺がしようとしおることって何なんやろうとかやっぱ、うんユニクロで買う方が安いやん、まあ、ワークマンで買う方が安いやん、まあ、そう、うちとか、うん、シンシンさんで買うとか、うん、潜入さんね、うん、あえて言おういやどっちでもいいよいやあえて言おう潜入さんと潜入さんはとかやったら高いやんか、うん、でそこって何なんやろうって考えた時にものづくりって人間しかできへんのいやビーバーもするよ巣作りなービーバーも巣作りぐらいはするけど、うん、人間しかできへんところに、うん、なんで、俺らはやってきてその一端をしとるわけやん、うん、にもかかわらずしんどかったり苦しかったりするよなと思った時に、うん、豊かになるためにしとったはずやのに、うん、豊かになってないじゃないかっていうことを思って、うん、思った自分のメンタルがってことですか自分のメンタルがっていうか、うん僕ねここ1年間ぐらいでちょっと豊かになったんですよあ気持ちがそう、うん、メンタル的にも金銭的にも豊かになって、うん、でもわーいわーいって感じなんです、うんうん、豊かさって、うん、お金的な豊かさがあるわけや、まずはい、でそれお金が豊かになってまず一旦豊かになるわけやけど、うんうん、そこからその人、うん、個人、うんうん
が、成長することによって、うん、物事の捉え方によっても豊かになると思う、うん、でさらにその人の周りにおる人とか関係性にもよって豊かになっていくと思う、うんうんうん、これ全部をものづくりは提供できてないなと思って、ものづくりってそもそも豊かさを提供するために始めたはずやのに、うん、物質的な豊かさしかみんな提供できてないなと思って、うん、これはダメだ、うん、だから全部を提供できるようにするような会社になろうと思って決めた、うん、具体的に言うとどういうところで豊かにできてなかったんですか。そのものづくりをした時にどうしても利益とか考えてしまう、で利益を取るのは悪じゃなくて素晴らしいことなんやけど、結局その経費をどこに使うかや、どこに使うかやなと思っとって、その手に入った経費、これまず俺は一番最初に使わないかんのは、これもういろんな人に申し訳ないんやけど自分に使わないかんなと思っとって、まず自分自身をちゃんと豊かにしてなかったら、豊かさって多分なんやけど分け与えるもんなんだけど、誰かが最初にそこそこなって分け渡していかんかったら無理やと思って、で渡していく自分が疲弊しとったら渡されへんと思って、これは無理やなと思って、だから自分自身をまあ一旦豊かにせなあかんわ、みんなごめんと思いながらやろうと決めてしょんやけど、けどそうなっていくって決めてからなんか楽なんよ、すごく楽、あとすごい協力してくれる人にも感謝できるしありがたいなと思えとって、でベトナムで作ってくれて、もう何回も何回もサンプルしてもらって、マジで何回もしてもらって、でお金払うよって言うけど、いや契約してくれたらええからみたいな感じで言われて、そうそうそう、取らんかったから、まあじゃあやりきろうと思ってやりきって、できたカバンが結構良かったよね、ですごい嬉しかったし、素材の部分でも思っとったワンランク上の素材も見つかって、すごい仕上がりに満足してすごい感謝しとるんやけど、ふとじゃあ縫製工場見た時に、綺麗ではあるんやけど、エアコンついてないんよベトナムで。まだよくなるっすね。そう、暑い中で。そう、でトイレもそんなに綺麗じゃない、やけんなんせ俺は関わってくれる人も豊かにしていこうと思って、ベトナムの工場と、工場のトイレとエアコンをつけるっていうような。それをするためには自分が豊かじゃないと余裕がない。無理、絶対できへん。まあその気持ちは分からんでもね。そう、だけど豊かさをちゃんと提供できるような会社になろうと思って、そういうことで、まずは自分から、そして周りにこれをシェアしようみたいな。だけどやるも自分からやけん、失敗するも自分からな、っていう風な姿勢がいいなと思って、なるほど。ベトナムとか大変そうやけど、そのコミュニケーションとか。めっちゃ大変だって。日本でも結構トラブルってあるじゃないですか、その生産トラブルって。ある。型紙の辻褄とか日本と違うかもしらんし、まず呼ぶ道具とかも違うじゃないですか、どっかで妥協せなあかんなとかいうのも、なったら嫌やし、そういうところでどう考えないですか。ある程度妥協ってやっぱいると思うんですよ。その商品に対しての妥協は基本的にせえへん。あんじゃもうとことん作り込んでもらうっていう。そう、納品された商品に対しては、まあ、関係性にもよるけど、基本的にはうちが責任を持つっていう考え方。まあそうじゃないですか、続かないですよね。そう、やっとって、よく俺されても一番嫌やったんが、返品やね。そう、下請けの時あれうざかったね。むちゃくちゃ返品されるやん。そこだってもうそっちの人の基準やんって、お客さん絶対どうでもええよ、そこみたいなところってあって、めっちゃある。やし、なんかアウトプット不足じゃないと思いますよね、その会社のやつの。そう、会社がちゃんとお客さんに伝えてないから分かってもらえてないだけであってっていうところもあるから、その上がってきたものの責任は取ろうと思って、まあ一部国内でも、ちょっとごめんこれは協力してよとか、これ言うとったんや、これ頼むよみたいなところは正直あったりはするけど、もうそれを、やろうと思っとって、なんでうちの製造チームは1日の半分以上修理に使ったりとか修正とかに使ったりとかする。あるある。そっちの方が向こうも感謝してくれると俺は信じとるし、そんな感じかな。全部言えた？言いたいこと？言いたいことめっちゃ香川からここまで3、4時間あるじゃないですか。ずっとやったから。そのずっとやったらまだまだありそうやけど。なんか勢いあるのないですか？なんかもっと痺れるのないですか？この間の勢いある。動画、この間の動画が、この間の動画ってどのあんま覚えてないんですよね。どの動画ですか？あれよ、お兄ちゃんがもう最初からずっとチーンとなっとったやつ。セリーヌのやつね。セリーヌや。このボンの期間中にアップしてるってこと。そう。あのセリーヌの動画を見て行こうと思ったんやけど、
まあ、これはもうメインやわ、今回言いたかったことの、うん、メインやな、あったメインやな、そうメイン遅いで、ついに来た、この1年間のうちに、うん、ああこの仕事良かったのは5分だけや、良かったなと思うが、うん、5分だけやっていう、うん、もう発言、出た発言を切り取るような感じであんまりよろしくはないかもしれませんが、うんうんうん、それは寂しすぎるやろ、なんかそういうもんかなと思ってるから仕事ってそれは寂しすぎるやろであれなんかあの、まあ、ある種極端な比喩でああいう言い方しただけであって、うん、まあ、例えば年末年明けに、まあ、例えば50分で1000万とか達成したわけ、ヒマラヤの財布ね、うんうん、あれはヒマラヤっていう一つ思いのあるその素材がああいうふうな短期間でお客さんに評価されたっていうのは嬉しいけども、うん、やっぱその後にやっぱ電話一本とかでちょっと嫌な思いするんでやっぱ結構あるわけ、でもこれはやっぱあの、はい、今までそんななかったけども、そういうのってなんかトレードオフじゃないですか、うん、僕ら目指そうと思ってるのは言うたら世界一のブランドを目指す王とかでやってるわけ、うん、だからそこにおいては、まあ、そういったことって大変だよねって言うたら、オリンピック選手って普通に考えて金メダル取るまでにすんげえ涙の練習みたいなのやってるわけですよ、うんうんうん、でここ今僕ら考えてるだけであって、うん、まあ、その先にやっぱその得る果実っていうのはあの大きいものであるって、だから今こういうのは ある種筋肉痛のように、まあ、痛みを伴うものであるが、やっぱりその僕たちはそれを飛び込んでやってるわけだから、この痛みはあの成長するためのものであると。僕は大変なことが多いよ、僕も弟も言うたら、うん、さっき能力低いどの子の言ったけど、そのメンタルとかに関してはへっちゃらなわけ、何言われても何されても、うん、だからそういうふうに、まあ、ちっちゃい頃から親父に言われとったんですよ、お前は強いと、うん、だから強いからお前以外の人たちを守るような大人になりなさいみたいな、何どこかで分からなかったんだけど、うん、やっぱあの人って生まれながらにその能力ってもう決まっちゃってるじゃないですか、うん、メンタルとかも。でもこのメンタル、その体に負荷かけても別に倒れへんし、うん、熱も出えへん、うん、でこういうふうに与えられた体メンタルなんだから、やっぱそうはならなかった子たち、僕たちで言ったらうち ADHD の子4人ぐらいいてるのかな、だからそういったそのいわゆる生きづらい子のためにやっぱこの命燃やすべきだなってやっぱ思ってるわけなんですよ、うん、だからそういったためにやるにはやっぱその売り上げを上げて、そのみんなに還元できるようなその生活を充実させようと思ったら、やっぱ会社での成功、あるいはその従業員がそのここに来て、ある程度 その報酬っていうのを得ないとプライドも充実しないんですよ、うん、でそういった子たちってやっぱ生きにくいからどこ行ってもやっぱうまくいかないんですよ、うん、ね、でそういったところを我々が引き受けると、うん、でここで一生懸命働いてもらって精出して生きてきた喜びを感じながら、うん、人生に喜びを見出してもらう、うん、でそういうのがある種僕らの報酬というか考えるんで、うん、まあ、例えばそのよっしゃ年明けに1000万達成した50分でって言って、うん、その嫌なことあってもこれは成長するための必要なものだというふうに認識して、うん、あの次行こうって、うん、やってる感じ。へえ、だからそこに心の豊かさっていうあれはもしかしたらないかもしれない。自分らの豊かさは犠牲、むしろ犠牲にしているぐらいの。いや、あれですね、お兄さんは元気そうなんですね。元気そう、もう全然大丈夫。すごい心配しとったんですよ。いや、そんなに心配してくれたの。別にあの 裏事情の話まで言ったら、なんかあのヒロさん弱いとこ見せた方がいいんじゃないって社内で言われたんですよ、うんうんうん、ほら効果てきめんやな。あ、うん、まんまとやな、やられたな、社内の人にまんまとやられたな。ほんまやな何しに来てん俺でも元気になったやろ。うん、ありがとう元気になったって。いやでもあのこういうふうに、うん、あの川西くんと喋る機会できたんで非常に良かったです。川西くんは、うん、あのそのまあストレスを感じるじゃないですか、多分やってたら。そういう時とかって誰に、うん、言うとか言うことで結構メンタル改善したりするんですが、僕ら2人でやってるんで、うん、まあ言ったら共通の悩みが発生してそれについてみたいな感じで、うん、1人で悩むことはないんですよ、うん、っていう場面はどうするんですか。どうしようろうね。でも基本的に弱音吐くタイプです。ああ、え、誰にですか。みんなに。周り全員。あ、もうみんなに。そうだ、そういう全員が助けてくれーっていうタイプです。ああ、なるほど、なるほど。だからそういうタイプなんですね、うんうん、っていう印象ですね、うんうんうん、ああ、だそうです。まあ、当事者にするみたいな感じですか、うん、もう。あ、だから困ってっからどうにかしてあげないとって思ってもらえるタイプでしょ、だから、うん、あ、そんな印象が、うん、あ、なるほどなるほど。多分言った方が得やと思ってるんやと思う、うん、ああ確かに。川西君って兄弟いてます。弟と妹が。あ、で、長男ですか。じゃあ長男、なんか、どっちかって言ったら末っ子っぽいな僕長男。へえ、なるほど。おかげで弟と妹がしっかりしております、ね、あ、なるほど、はい、なるほど、うん、助けを求めるタイプですね。だから同じ業界でもなんかやり方は全然違うじゃないな、ね、そのだってうちとかは別に僕らに弱さって求められてないと思いますもん。うちは。なんやろな。でもそのあれですよ、うん、あのお兄さんが弱音発狂は、弱音発狂って誰ですけど、
あの動画は意外でした。だからああ多分僕みたいに新鮮な感覚を持った人は多いと思います。あ、そうなんですね。そんなになんか考えずにやってる。その最近ちょっとまあ明けすけに言うと動画どうするよみたいな話になっとって、一回ヒロさん弱いとこ見せたらどうみたいな、え俺弱いとこどこにないのかなって話になって、なんか無理になんか考えてくださいみたいな適当に言われてまあ大吉に言われてんけど、うん、じゃあもう俺何人だ、あれあれが茶番だから、あれが茶番とは言わんよ、うん、大きく感情を表現してるって感じかな、うん、そっちの方がええと思いましたけど、うん、僕は、うん、あーそうなんですね。僕よかったな、あの動画だったら俺3回ぐらい見たもん。3回見た3回結構ファンやから大ファンやから、ね、時間と交通時間がここまで来てね、そう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 、あ、ま、元気やったって、なんでやねん、あじゃあ慰めに来てくれたのに元気やってちょっとなんかちょっとあの肩すかしになったみたいな、そうやからもっと落ち込んどってもらいたかったあなるほどね、ちょっとシュンとしてもらっていい、じゃあ次会う時は落ち込んどいた方がいいんだ、うん、次はじゃあ僕もともとそのアッパー系っつうか悩まんタイプなんですよ、うん、ずっと別に何も別に平気やし、うん、ずっとテンション高いみたいな感じ、親自身の時に一回プンと落ちたけど、そこはずっとテンション高い状態、うん、なんやねん、いやでもいやでもだからこそ弱い瞬間っていうのは人が興味を持つ瞬間、そうやな、そうなん、あそうなんや、うん、だあれが弱い瞬間やのどうか分からんけど、俺も考えまとまらずに喋ってるから多分あんな痛々しいから、あの動画の後半ほぼその話でしたよね、そうそう、何の話だ、何の話だみたいな感じの、何の話かちょっと僕もあんま覚えてないけど、多分なんかセリーの動画があって、その社内のガバナンスでちゃんとせないかんなっていう話になって、うちって今うまいこと言ってないよねみたいな話だったと思う。ああ、なるほどね。うん、動画の半分ぐらいはセリーヌで、うん、半分が会社のことみたいな。でなんか概要的に感じたのは、うん、なんかこう大変そうみたいな、うん、っていう感覚でみんな興味持ったんやと思うんですよ。そう。うん、なるほどなるほど。なるほど。やけんあの動画上がった日にミキさん電話してな、うん、行こう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 。あすごい心配してますよ。なんかあのほんまにあの思うんがあの競合にすらなってないと思うんですよ、ライバルにもなってないと思うんですよ、プレイヤー少なすぎて、あっ、うん、何あって、ね、何今のチャンネル登録者数抜くからな俺ら、そや俺ら抜くから抜くから、そやこれ言いに来たんや、そや抜くからいや正味それはあると思う、抜くからな、目標変えたもんな、そう目標変えたから、でもあのお願いしたいのはあの、うん、やっぱり今少ないじゃないですかこのプレイヤーが僕らの業界って な、うんうん、なんでさっき最初も言ってたようにあの東京の池田さん、うん、散歩師の動画も YouTube もやってくれてて、うん、で、うん、そのプレイヤーを僕らを増やしたいんですよ、うん、だからあの、うん、まあ、最近、まあ、来ないとあれですけどこのレビューやったら多分、うん、あのチャンネル登録者数増えると思うから、うん、やってほしいみたいな感じで言って、うん、なんかどうにかその池田さんのチャンネルも僕的には盛り上がっていってほしいんですよ、うん、でそういう人が増えていくことによってパイがでかくなって業界が豊かになっていくと思うんですよ、うん、なんであの僕ら全然抜かれてもいいんですけど、うん、あのぜひこの仲間を増やすっていうあの行動も一緒にあのお願いしたいです。だから一緒にもっとでかくなりたい、うさぎとかみたいに僕ら見て走るんじゃなくて、うん、もっと俯瞰で言うたら星野王子様でこういう施設あるんですよ、ら僕らは、うん、この瞬間はライバルかもしれない、うん、でも大いなる空から見下げた時に僕たちは、うん、業界を盛り上げる友であるっていうのがあるんですよ、うん、だから僕どちらかそっちの俯瞰で見てる感じで、そうです、だからそのプレイヤーが少ないから必要以上に、うん、力入れんとその外部にインプレッションしない、うん、だからこういうプレイヤーが例えば今僕と関心のところだけじゃないですか、うん、でこういうたくさんおったらここで初めて見つけたお客さんが関連でこっち見てくれたりするじゃないですか、うん、で業界に興味持ってくれる人が僕ら毎日動画アップするわけじゃないんで、うん、毎日業界のコンテンツ触れることができるんですよ、うん、でそういった時にこの数々のプレイヤーがおったらそこで回遊するでしょ、うん、そうだからあのフィットネス業界とか筋トレとかって、うん、あの動画上げたら上がるめっちゃ再生数いくじゃないですか、うん、それって認知度が高いからなんですよ、あのそれを知ってる人が多いし、うん、やってる人が多いから、うん、けど僕らはまあいてないじゃないですか、うん、それを増やすことによってパイがでかくなるんで、これあのマイケル・ポーターの競争の戦略読んでもらったら分かるんですけど、うん、それにも書いてるんですけど、うん、あの最初この人数が少ない状態は、うん、みんな徒党を組んで、うん、その組合を作るでもないですけど、なんか、うん、みんなでこう力合わせて頑張るぞの僕ら今段階なんですよ、うん、でその後に人数が増えてきて競争が始まるんですよ、うんうん、なんで頑張っあの他いないですかね、なんかやってる人正味レビューしたら伸びるじゃないですか、うん、いやでもね、うん、徒党組んだところで、はい、思んなかった意味ないんですよ、あ僕らがみんな、あま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 あで、まあ、だってこの業界100万人登録っていないじゃないですか、うん、でフィットネス業界でめっちゃいてるでしょ、うん、あれやっぱプレイヤーも多いし、その増す時間でかい、うん、でうちらアパレルの端っこじゃないですか、うん、で増えたら競争は勝手に始まるんで、いや、うん、違う、いやいける何や
100万逃げる。100万に行くためにはでもプレイヤーが必要。プレイヤーおった方が早いなと思う。そうっす、うん、プレイヤーは乱立する方がいい、うん、でもやっぱレビューだけだとやっぱりね、まあきついっすね。きついっすよもう、うん、うん、それはもうから新しいコンテンツが生まれたら多分プレイヤーがいたら真似すると思うんです。逆に最近川西くんは YouTube において何を重きに活動されてるか、面白いかどうか、それはエンターテインメント性が高いっていうことで、エンターテインメント性が高いかどうか一応分析したんですよ。僕はあの教育って、うん、教育が大事やなと思ったんですよ、うん、人にどういう風に知ってもらうかって、うん、まあ、教育って言うとあれやけど、うん、どういう風に知ってもらうかが大事だと思った、うん、知ってもらうこと、俺らの活動とか俺らショールことを知ってもらわなあかんと思う、うん、もうじゃあどうやったら知ってもらうかっていう考えたら、うん、おもろかったら知ってもらえるなと思って、うん、だから面白くせなあかんなってはすごい思った、うん、だからそのエンタメチャンネルとしてそう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 、まずは認知してもらうっていうところ、エンターテインメント性を強くはしていかんかったらあかんなと思う、うん、じゃないと入っていかんから、うん、企画に関しては川西くんと三木くんの2人でこういう方向性でいこうみたいな感じのあれなんですか。そんな感じだね、うん、あとデビルマンだな。あ、そうそうそう、デビルマン、ね、デビルが1人おって、あ、デビルと3人で決めてみたいな感じ。そう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 、そういう感じ。でもなんか僕もこの半年間ぐらいでだいぶ思考は変わりました。もともとどうやったのがどういう感じだったんですか。もともとは変な話、カバンのチャンネル、アパレルのチャンネルでも、うん、そこに有名な企業あるじゃないですか、うん、それこそユニクロかもしれないし、うん、GU かもしれないし、うん、ハイブランドだったらエルメスとか、うん、グッズかもしれないし、うん、そこのレビューだけしておけば、うん、要は売り上げは作れるなっていうふうに思ってたんですけど、うんうんうん、それだけやと、うん、要はもうそろそろやなっていう、うん、あだまちになるなっていうイメージ、うん、そう、うん、でそこに対してそのふざけるエンタメじゃなくて、うん、やっぱこの業界だからこそできるエンターテインメントがあるなというふうに思ってて、うんうん、要はそれは真剣さもエンターテインメントだと思うし、うんうん、なんかみんなが見えないところもエンターテインメントだと思うし、うんうん、そこをなんか僕らはまだ多分単純に、考え尽くしてないだけというか、うん、レビューやればいいと思ってたっていうところがあったんで、うん、そこ掘り下げていけば、うん、多分カバンだろうとカバンって正味の話全員持ってるじゃないですか、うん、っていうだから少なくとも誰かが興味ある世界なんで、うん、100万人っていう数字も僕は見えなくないなと最近感じてきたっていう、うん、ただ今までのレビューだけやっていうのは、うん、視聴者さんも楽しめないし、うん、職人目線のレビューって、うん、毎回同じ結論になるんですよ。まあまあなるっすね。構成見てとか、うん、あれだけやと、うん、いかんなとは分かってます。そこのしかもそこの市場を僕らが食い尽くしてしまった感はある。だけどこれからする人が一番伸びてほしいんだったら、僕らのことを叩くことやと思う。あ、うん、逆に僕らがショールことを、うん、あいつらおかしいやろみたいな感じ、柴田的立ち位置、そう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 でもじゃあそれをすることによってその人が伸びるかって言ったら、うん、それは分からんけど、うん、世の中のこの業界の活性化にはなるか、うん、もちろんそれはいいと思いますね、うん、叩かれるとかそういうふうにそう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 、あのアイコン的にやられるっていうのはかなと思う。どんなことに近いんですか、エンターテインメントって言っても。でも一個はなんかあれですね、割ともう僕もそうやけど拡散用にはしてます、いろいろ思ったことは全部。あ、拡散、あ、視聴者に対して嫌われようが好かれようがもあるんですけど、うん、嫌われてもええから思ったことは全部言う、うん、で、まあ、そしたら視聴者さんもやっぱ向こうもやっぱ時間を使って川西カバーのチャンネルを真剣に、まあ、真剣とか楽しんで見てくるわけで、うんうん、やっぱり僕らが心を開いた瞬間で向こうもやっぱコメント量増えたなっていう感じはすごいするんですよ、うんうん、だからこそ僕も、うん、僕特にですけど、うん、結構自分の中で、うん、こんな言われたら腹立つなっていうコメントもいっぱいあるんですよ、うんうん、それに関しては昔の方が僕の方僕もっと褒められてますよね。もっと褒められよって褒められよって、だからちょっと影響力出てきたからそういう人も一定増えてるってことですよ。だから影響力が出てきたっていうか、うん、もう単純に僕の悪口を言うんですよ。え、どういうこと、動画内で？動画内で。あ、そういうこと。変な英語とか。あ、それを言わなかったのを言うようにしている。そうそうそう、今まではクリーンに見せてたんです、綺麗に、はいはいはい、僕も好かれようとしてた、あ、視聴者さんに対して、うん、でも今はいかにこの人を面白くするかしか考えてないというか、あ、このチャンネルがどうやったら綺麗、うん、に感情がこう波立つだけじゃなくって、綺麗でも汚くてもいいから、うん、やっぱ 人が見た人が何かを感じるチャンネルにしたいっていう、うんうんうん、っていう感覚で。あ、そんな感じでそんなやり取りになってる。そうそうそう、だから壊れとるよ最近。壊れてる。彼はだけほんま今までは、YouTube を通して川西カバンの売り上げを上げるっていうのがミッションだったわけ、うんうん、
に対してもう多分川西カバーのチャンネル登録者数を100万人にする。ああ今それシフトしてる、完全にシフトしてしまっとるし、そうですね、YouTube で伸ばすっていうのに、そうそう、誰が聞いても川西カバンっていうカバン屋を知っとるっていう状況にするっていうのがもう彼のあれになってる。100万人はそのための手段です。そう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 、あくまで一番上は、うん、日本一有名なカバン屋、そう日本一有名なカバン屋にしたいっていうのが一番の目的。あ、そっちに振ってなんか潮目変わったなみたいな。そう結構コメントとか多いですもんね、だってチャンネル見てても多い、ね、コメント欄めちゃくちゃ増えましたよね、ありがたいことに。あれめっちゃ重要だと思いますよ、ありがたい、うんうん。でもだからそういう意味で言うと、その今回のお兄さんがセリーヌでやったことっていうのは、うん、僕は正解だと思ってます。うん、ああそうで、ただこれを、味を占めたいなと思って弱音を見せるというかは、どちらかというとあの要素は、うん、まあでもそうですよね。あのお兄さんの本音が聞けたっていうのがみんなとも楽しかったことだと思うんですよ。うん、だからずっと本音やっても思わないよってことでしょ。うんうんうん、あっていうまあ、それを繰り返しても面白いですよね。弱音を吐きまくってても思わないですよね。いや、それを意図的にやるのは思わないことです、うん、要はお兄さんが自然体にできた言葉が、うん、多分一番視聴者が見て多分ワクワクするというか、うん、エンターテイメントなんですよ、うん、まあそうですね、苦労も楽しいも悲しいも全部含めて、うんうん、そこがなんか見切れたのが、いやあれは演じてたとか分かんないですけど、うん、で僕は少なくとも画面越しに見て、うん、何か困っとんやろなっていう風にとか、あの要は大変なんやろなっていう風に感じたんで、うんうんうん、まあ騙されてたけどな。いやそうや、でもだ茶番じゃないから。あ、分かる分かる分かるよ。だからかっこ悪いところも、まあ、見せるといいなっていうと思いますよ、うん、でだって多分、いやそのスタッフさんが25人おったって話を聞いたら、うん、でいろんなトラブルあるって聞いたら、うん、多分色日常の中で、うん、もうないネタがいっぱいあるはずなんですよ。あ、その動画になるネタが、動画になるネタ。あ、そういうことで、川西さんのチャンネルもそうなんですけど、うん、視聴者さん結構、うん、川西さんが真剣に怒ってるシーン結構みんな好きなんですよ。真剣に怒ってるところでどんなことが、誰に怒るんですか。怒るというか、うん、真剣に伝えるじゃないですか人間って。当然仕事の中で、うん、これはいいこれはいかんも含めてなんですけど、うん、で多分社内でも絶対そういっぱいあるじゃないですか、うん、そういうのも取っていくと僕きっと面白いような気がしてて、まあ、だから逆に愚痴になりすぎたらやらしいでしょ。やらしいとか聞いててしんどいでしょ。しんどい。そこのバランスも大事ですよ。そこにだけもあれですか、うん、ね、熱意と思いと愛さえあれば残しておけばいいと思います。それが誰かを罵倒するのはいかんと思うんですけど、まあ、愛さえあれば、うん、要はあくまで相手のことを思ってとか会社を思っての発言じゃないですか、うん、ってなったら見てる人はお二人の真剣さを感じるというか。言い出したら最初の質問に戻るけど、なんで YouTube そんなアップしてないのって言われた時に、そんなに YouTube に対して熱量下がってるかもしれない。ああ今聞いてて思うんだ。だってミキ君と川西君と喋っとって、うん、俺だってその YouTube に対して力入れてないもん。まあ、こうないなって悲しい。まあでも新企画もあるんでね、次あの控えてるやつが。カメラ回る前に言ったけど、ミキ君おっていいなと思ったんですよ。川西君に対してミキ君がいてるっていうのが、あざすって言わないけど。いやでもあれですよ、あの川西さんは多分栄養にしか言ってないですよ僕のこと。んいや僕が見てる、いや今の感じ見ててもかなりこういう風にした方がいいっていう意見というか、まあ、ある程度、うん、あるじゃないですか。そういうのがそういうのって誰しもにあるわけじゃないですからね。そうでだから、ね、悩みながらですよね。悩みながらとかそういうのが、まあ、いわゆる演者と、うん、たサポーターっていう人がこうバチバチなってるからいいんですよ、うんうん、僕ら両方演者出てる側なんですよ、うん、で僕らが力ありというかパワーありすぎるから、この相方になる人っていないんですよ。じゃあこうしたいじゃないですか。そうこうしたい。いやでもそれもそれで一回そういうのもやったんですけど、あそうなんですか、なんかそれもなんか微妙だったなみたいな感じで、なんかピンとこんかって、なんていうんやろ。でもちょっと見てみたら、この二人でカメラ回して、うん、このカメラ越しにお互いで言い合ってる姿とかは、うん、そういうのもありかもしれないです、ね。まあ、それもあるしいいかもしれないですね、うんうん、の方が、うん、だって結局この会社で多分一番パワー持ってるのはお二人じゃないですか、うん、このお二人の熱量のバチバチのトークとかは、うんおもろい気がするというか。あそうだ、ミキ君だってあれも結構言ってもんね、うん、でも結構言うなってからもね、翔さんも言い出しましたよね。うん、そう僕、渡辺さん結構好きなんですよ、うん、なんて言う、誰だよ、あのパートナーの子穂坂かが言って、うん、ダメだよそれみたいな、うん、結構おもろかったりするんですけど、ああいうのがいいんかもしれない。なんかその2人の会話内容がこの高いレベルでの話になってるからめっちゃいいなと思うんですよ、うん、僕らで言ったら、うん、もうほんまにめっちゃ底辺のここの会話はまああれなんですけど、うん、概要欄ちゃんとリンク貼ってやとか、うん、何回言っても貼られへんとか、うん、カメラの設定はちゃんとやってやっていう、うん、こうチェックシートとか全部作って、うんやるのにできひんとかの会話にしかならんっていう人もいてるんですよ言ったら、だから今そんなんもう全然通り越えたここの話できてるじゃないですか、うん、それってめっちゃいいことっていうかなんていうんですか、めっちゃなんていうかなんかあのこう目標に向かって走ってる感じがする、うん、けどこういう問題
もあるよみたいな。だからそういうのって、概要欄とかそういうところ、アップロードは誰でやるんですか？アップロード、また編集のチームがいて、うんうん、そこがアップロードして、うん、サムネイルとかまた僕らがやってみたいな。うん、ああ、なるほど。とか、あのライブ配信の準備がのそんなに、うん、できて、まあ、サムネイルむちゃくちゃ、誤字脱字むちゃくちゃとか、なんか何て言うんやろ。だあのそう、あの YouTube にも川西くんはかなり恵まれた環境です。そうだあのこれがあの当たり前と僕は思ってほしくないです正直これを当たり前と思うのはあの大間違いです、うん、なんでどういう感じなの今プロ雇えプロ雇えだからあの今正直募集してるんですよその、ちゃんとした編集者の方あ、うん、でやってか編集者はカメラマンですよカメラマ ン, カ メ, ラマンでもカメラマンってそのなんていうんですかその企画力があるとかもまだ別の能力じゃないですかでも僕はもう絶対ここでやってほしい、うんあここが絶対一番おもろいです。ここ面白い。これを超える外部の人間は多分おらんす。あ、うん、やったら俺が兄弟やからこそ。だからお前がここでポツンで残ってて、だから俺が取る方がいい。逆絶対逆、うん。お兄さんが演者、うん、で裏方、うんうん、が多分綺麗。最近会社と同じ多分、うん、製造っていう、うんまあ、裏って表現はいいかとかわかんないですけど、うん、やっぱり裏で作ってる人間で、うん、で前で販売するのみたいなですか、うん。なんでこっちが前でこっちが裏やと思う。うんうん、だからもしかしたらその試しでその。どっか行くときとか、俺が妄殺させてとか、そうっていう風にしてもいいんかもしれない。いや、絶対おもろいと思います。続きは、続き新進工房さんの方の動画。続きあるってこと？続きがある。あまあ、さっき続きある。いろいろ話したいこともあるから、続きあるから。それと交えてまた後半こっちでいきますか。新進工房さんの方で。俺なんか話し切った気になってんねんけど。なんなん今日の動画これ。いや、もう分からん。だいぶ長く流してるっすよね。いや、でもめっちゃ俺、勉強だったわ。締めよう、締めよう、締めよう。みんなで締めよう、みんなで締めよう。それでは本日もご来店ありがとうございました。急に終わらすな。続きは新進工房さんの動画、はい、チャンネルでお願いします。よろしくお願いします。見てください。それでは本日もご来店ありがとうございました。またのお越しお待ちしております。バイバイ。